はり。この子も老衰。なぜこんな若い子が老衰になるのよ。許すわけにはいかない。こんな非道なことをするやからを。はぁ、収穫なしか。探し人は見つからず。か。レイ、帰ってきてないよね。ダメだ。また勝手に涙が。今日はもう寝ようかしらね。あら、何かしらこれ。今日の昼頃、高魔館に。ゆかり、こんなことするなんて。何かあったようね。おはようさん、霊夢。今日はどうするぜ。ごめん、今日の捜索は任せるわ。ゆかりに呼ばれてしまったの。ゆかり、もしかしてこの前のしぼんだ人間のこと？可能性はあるわね。もう、また何か起こりそうな感じ。じゃあ私も後で行くことにするぜ。それでもいいか？まあいいんじゃない。あんたなら大丈夫でしょうし。これ。で、お前。らを。あとは。お前らに。立つ。必ず。たどり。つ。け。で、ゆかり、ここに私を呼んだ理由は？マリサから聞いてるでしょ。ここ最近の変死体についてよ。それは私も聞いたわ。でも、私にも立ち会ってほしいって。何か、関係があるの？レミリアさんに来てもらうようゆかり様に頼んだのは私なんです。少し気になることがありましてね。その前に、ゆかり様、変死体についての。そうね。霊夢、レミリア、この子を見てほしいの。この子がその変死体。そう。何か違和感はない。死体をそんな見るわけじゃないから違和感も何も。レミリア、あんたわかる？この子、血液はどこに？やはり、気づいたわね。そう、この子には血液が一滴もない。何らかの方法で、すべて抜かれてるの。まさか、それで私を。はい、あなたであれば何かわかるのではないかと。なるほどね。見た感じ。よくわからないわ。吸血しても、服に血がつかないなんて考えられないもの。どうやっても、体のどこかに血が付着するわ。ねえ。話の途中で申し訳ないんだけど。この子の腕見てもいい？え、いいけど、何かあるの？そうか。あなただったのね。どうかしたの、霊夢。私、この前里の女の子に頼まれてたの。行方不明になった兄貴を探してほしいって。まさかこの子が。ええ？そのまさかね。まさかこんなことに巻き込まれていたなんて。霊夢、あなたはその女の子に伝えてきなさい。ずっと心配しているでしょうから。わかったわ。それじゃあまた。それとレミリアさん、一つ聞きたいことが。あなたと同じ吸血鬼は、妹さん以外にはいるのでしょうか？そうねえ。以前ではスカーレット家も繁栄していたものだけど、今は私とフラン以外は、いないと思うわ。そうですか。あとすみません、それともう一つ、吸血鬼に、寿命を吸収とか、奪う者がいるというのは聞いたことありますか？寿命、どういうこと？変死体すべての死因、それは老衰なんです。血液と寿命、これらが重要な鍵になると思うんです。そこで、ひょっとするとそのような人物がいるのかもしれないと。ごめん、わからないわ。そうですか。ありがとうございました。いいのよ。また何かあったら聞いてね。レミ。聞いていたの、パチェ。うん？パチェ、調べてほしいんだけど、話には聞いたことがある。私が生まれるずっと前の。任せて、すぐに取り掛かるわ。嫌な予感がする。なんで？ああ、またこうなる。なんだ、どうした？あいつ、分身を消したと思ったら消し方忘れただと。いや、マジで大丈夫なのか。あのアホが言うには、自分で消したことがないらしい。ああ、そういうことか。意外とそういうのあるらしいぜ。そういうもんかね。
そういうもんって考えとけ。いちいちめんどくさくなるぞ。で、さっきから気になってんだが、そいつ、例の二人のうちの片割れだろ。ああ、なんか知らんけど連れてこいって。気絶してたのが幸いだよ。こいつ強かったらしいし。まあいいや、とりあえず椅子に座らせとく。はあ、マジであいつふざけんなよな。情報がなさすぎるからってこんなことする必要あるんかね。敵がバカであることを祈るばかりだわ。マリサさん、見つかりました。すまない、まだなんだ。お、霊夢、もう終わったのか。霊夢、あなた、兄貴を見つけたわ。正確には、その特徴に合致した人物を、だけどね。え、どこですか？ゆかり、来てるんでしょ？この子よ。あ、兄貴、これ、なんで？ここ最近、変死体が続出していることは知ってる。最近噂で。そうなんですね。私の兄貴は、なんで、なんで兄貴なの？なんで私の兄貴がこうなるんだよ。なんでなんだ？もう気の毒としか言えない。偶然でしかないから。これをしたのは、誰かわかってるんですか？わかってないわ。どうしたの？せめて、殺した奴を突き止めたい。私にも、協力させてください。ダメよ。そんなことさせられない。突き止めたいのはわからなくもない。けど、それは私たちの役目よ。嫌です。兄貴を殺した奴がノーノーとしているのが、我慢なりません。どうしたものかしらね。じゃあ条件があるわ。霊夢。私ら三人、もしくはそれ以外の奴らと最低二人と一緒にいること。それが条件よ。二人とも、なぜ？このままにしてたら、絶対無茶なことをするでしょうよ。それだったら、監視する意味も込めて一緒にいようってな。兄貴だって、無駄死にするような真似をされたら浮かばれないだろうしな。だからって、お願いします。仕方ないわね。じゃ、ちょっとだけだけどよろしくね。